Japan Countdown Check。 先日発表された CD ショップ大賞受賞式にはベビーメタルのスーメタルが登場し話題となりました。ショップ店員のセンスで選ばれる最もリスナーに近くシーンの流れをダイレクトに反映する音楽賞、受賞アーティストのブレイク率は 100%。 今日は CD ショップ大賞 Japan Countdown Check。 今年はベビーメタルが大賞に輝きました。はい、ベビーメタルがこのような賞をいただくのは初めてなのですごく嬉しいです。世界に続いて日本国内での本格ブレイクを目指すベビーメタル、メタルのイメージを覆すダークヒロインの登場です。9万人がシンガロング、海外で熱狂のライブを繰り広げているベビーメタルがまたも快挙です。40年以上の歴史を誇るイギリスのロックフェス、レディングリーズフェスティバルに初参戦。出演したのはなんと4万人以上収容のメインステージ。2日間で観客は延べ9万人。初出演にもかかわらずシンガロングも、海外での人気も本物です。ジャパンカウントダウン、今週はこの3人のライブから。世界ツアーファイナル公演デス、メタルダンスユニットベビーメタルが10カ国25公演を行ったワールドツアーの最終公演を横浜アリーナで開催しました。2日間でおよそ2万6千人。彼女たちはなぜこれほど愛されているのか、今朝はここで人気の秘密がわかるベビーメタルの謎をチェック。ベビーメタルは平均年齢 16.7 歳、スーメタル、ユイメタル、モアメタルの3人組。メタルの神様キツネ様の降臨をきっかけに、アイドルとメタルの融合というコンセプトで結成されました。ということでメタルとキツネに徹底的にこだわり、ヘビーメタル界でおなじみのメロイックサインもキツネ風のフォックスサイン。ライブではファンも一緒にフォックス。さらにデスメタルへの敬意を表して文章の最後には必ずデスが。オフィシャルサイトのニュースの見出しもご覧の通りデスだらけです。様式美をどこまでも追求するヘビーメタルをベビーメタル流に楽しめ、アイドル文化によるメタル文化のデフォルメなのです。キツネ様のお告げに従い昨年から海外に進出。世界中の観客たちを虜にしたその人気の秘密はクオリティの高いメタルサウンド。バックバンドはその名も神バンド。神の演奏力と称されるメンバーばかりを揃え、メタルの本場ヨーロッパ、そしてアメリカで堂々渡り合っているのです。その結果世界のロックフェスに引っ張りだこ。8月には長い歴史を誇るイギリスのロックフェス、レディング&リーズフェスのメインステージに史上最年少で出演する快挙を達成しました。今年はメタル界の有力誌ケラング、そしてメタルハンマーのアワードを続けて受賞。世界の音楽ファンを虜にしているのです。可愛らしい女の子たちが本格派のバンドを従えてヘビーメタルを決める。これがクールジャパンの最先端なのです。彼女たちのライブは通常 MC なし、アンコールなしの潔い構成。今回のツアーファイナルもそのスタイルで怒涛のライブを展開しました。その理由はやはりキツネ様。ライブ中はベビーメタルにキツネ様が憑依しているため MC は一切なし、アンコールもないのです。
そんなキツネ様からは今回来年ニューアルバムを世界同時リリースしワールドツアーをスタート。そのファイナルで初の東京ドーム公演を行うというお告げが。日本、さらには世界でベビーメタ現象はこれからも続きそうです。ベビーメタル、ドーム激震の 2days、 メタルレジスタンスは続くのです。昨年9月に行った東京ドーム 2days、 トピックス後半はその迫力のライブ映像をお届け。メタルの復興を掲げるその活動をメタルレジスタンスと呼ぶ彼女たち。第4章の2016年、その真骨頂を見せる巨大ライブとなりました。2017年もベビーメタルは世界でライブ活動を展開中。12日からはレッドホットチリペッパーズのアメリカツアーに参加。6月にはロサンゼルスでワンマンライブを行います。続いては金メダル級の強さを誇った3人組。本当に世界に勝ったベビーメタル革命的快進撃のスタート地点。2016年、海外のファンを爆発的に増やしていった3人組ベビーメタル。アルバム「メタルレジスタンス」は全英総合アルバムチャートで15位、全米チャートでも日本人としては坂本九以来53年ぶりのトップ40入り。さらに9月には初の東京ドームワンマンライブも大成功。来月は世界的ロックバンドレッドホットチリペッパーズのツアーに招かれるなど、今年はまさに怒涛の快進撃。その勢いを象徴する今年4月のイギリスウェンブリーアリーナライブが映像作品となりました。ジャパンカウントダウン、まずは夏フェスでたどり着いた大舞台。今年も熱かった都市型フェスサマーソニック2017、6年連続出演となるベビーメタル。初出演の2012年は飲食エリアの片隅の小さなステージでしたが、年々ステップアップ。今年は最大キャパ3万5000人のメインステージへと上り詰めたのです。彼女たちは普段ライブでほとんど話さないものの、この日はサマーソニックついにここまで来ましたと短いながらも熱い MC。 怒涛のステージで晴れの舞台を飾りました。トピックス後半、まずは今年海外公演14回、日本公演まだゼロ、もはや洋楽アーティストなのか。ベビーメタル日本での貴重な凱旋公演をたっぷり見せます。このステージは昨年12月に行われたベビーメタルの日本公演。スーメタルの地元広島で凱旋公演として開催され、今回映像作品としてリリースされました。このライブはメンバーの一人ユイメタルが体調不良で出演できず、二人で行うという異例の公演に。それでも二人でカバーし合いながら逆境を乗り越え、オーディエンスを沸かせました。誰も見たことのないベビーメタルをジャパンカウントダウン独占公開。どんどんヘビーに黒くなっていく身体性がすごい。
トピッツ後半は地上波初公開ベビーメタルのライブ映像をお届け。ベビーメタルは先月ユイメタルが脱退、スーメタルとモアメタルの2人を中心とした新体制で臨んだワールドツアー日本公演。埼玉スーパーアリーナで行われた追加公演は海外からゲストを迎えフェス形式で行われました。ワールドツアーのテーマはザ・チョーズン7。スーメタルとモアメタルの2人を中心に総勢7人でパフォーマンス。新体制となっても変わらない勢いをステージで披露しました。来月にはシンガポールとオーストラリアで公演を行うベビーメタル、ワールドワイドな活動は今後も広がっていきそうです。ジャパンカウントダウン、まずは日本語歌詞を貫いて全世界で勝利。ベビーメタルの姿勢はかっこよすぎる。海外でその力を見せ続けているベビーメタルが日本凱旋。世界をうならせるパフォーマンスで日本のオーディエンスを圧倒しました。世界中のメタルファンから認知され、海外のフェスでも活躍を続けている彼女たち、その理由として超絶演奏とパフォーマンスを取り上げることが多いのですが、今回ジャパンカウントダウンは歌詞に注目。ベビーメタルの楽曲はメタルサウンドに合わせ英語も登場しますが、それが海外で受けているのではありません。しっかりと日本語で展開される楽曲をしっかりと日本語で歌う、その姿勢こそがタイヤさんがエモーショナルに感じるポイントなのではないかと我々は考えました。キュートなルックスからは想像できない激しいパフォーマンス、メタルとポップを見事に融合させたベビーメタルオリジナルの楽曲ジャンル、そして常に披露し続けている日本語で歌う楽曲こそが日本が生んだオリジナル音楽としての存在感を示し、海外のファンを虜にしているのです。その実力はライブ動員だけではなくアルバムの順位でも証明されています。彼女たちの最新アルバムメタルギャラクシーはアメリカビルボードのアルバムチャートで初登場13位。これは日本人女性アーティストでは歴代最高位の記録。そしてご覧の通り各カテゴリーチャートで好記録を打ち立てています。さらにイギリスのアルバムチャートでは初登場19位。彼女たちの日本語楽曲が世界に求められていることが証明されているのです。世界に旋風を巻き起こし続ける日本が誇るベビーメタル、凱旋の日本公演映像作品で世界の熱を体感できるぞ。今年結成10周年を迎えるベビーメタルが1月に開催した単独公演 2days のライブ映像作品をリリース。10周年にふさわしい熱いパフォーマンスでファンを熱狂させました。3年半ぶりにリリースされたアルバムメタルギャラクシーを携え開催されたワールドツアーの一環として行われたこのライブ、アルバムのテーマであるメタルの銀河の旅の世界をテーマに、1日目は光の世界、2日目は闇の世界と、これまでベビーメタルが歩んできた光と闇の物語を描いたセットリストでライブを展開。アイドルとメタルの融合をテーマに活動して10年、日本が誇るオリジナルのエンターテインメントとして世界に旋風を巻き起こし続けるベビーメタル、全身全霊のパフォーマンスでファンを魅了した大迫力のライブは、まだまだ広がりを続けるベビーメタルの無限の可能性を感じさせるステージになりました。